どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、ロングヘアの方向けのアレンジをちょっとご紹介します。で、今回はターバンを使って、このお人形さんちょっと前髪が長いんですけど、ターバンを使うことによってこう前髪ができるようなアレンジ方法をやってみました。で、しかもこうなおかつ今っぽいこう抜け感がある、こう隙間がある感じの前髪になってますので、普段前髪が長い方だったりとか、まあ、前髪切るか悩んでいる方、よかったらこの方法でちょっと自分が似合うか試してみてください。結構作り方もシンプルなんでよろしくお願いします。それでは動画をどうぞ。はい、じゃあまずブラシで全体の髪の毛をしっかりと溶かして、表面に向かって髪の毛をまとめていきます。上でまとめてゴムで結んでいきます。結構しっかりと結ぶようにしてください。次にこのまとめたポニーテールの髪の毛を少しだけ、まあ、横幅だいたい 1.5 センチぐらいの幅で少しだけ顔に向かって下ろしておきます。その次にターバンをつけていきます。髪の毛の上からつけて、ターバンの下からこれが出てくるようにつけていきます。こんな感じにまとめてる状態になってます。この毛先をお団子にしていきます。で、お団子にしたらヘアゴムで結んでいきます。毛先の部分をコテで巻いていきます。一回転だけ内巻きに巻いていきます。巻いたら毛束を広げてバランスを整えていきます。で、長さが結構前髪として長ければ、この上の部分を少しこう引っ張ってあげると、縦にここが短くなるので、そこでバランスを調節して、このお好みのこう隙間感ですかね、できたらこんな感じで完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。横の幅とかがちょっと気になる方は、この前髪の毛束ですね、量を多く取るとバランスよくできますので、よかったら参考にしてみてください。